OK 出ました。それではスタートします。さすがは NHK のスタート、接触もないかなと思ったら、でしょうね。さあ今1位にテールスローズ、今本格的に前に進んだ赤と黒のマシンがトップ、その後ろの白いマシンが2番手、コーチを見るマシンが転倒中。さあこれもレースのうちですかね、転倒するマシン、コーチマシンの中に入ります。さあ1位と2位差はちょっといないので、コーチが1つ組んでくるかね。さあここで第一選手が2番手をちょっと引き離しに引き離しにかかっています。さあ1位と2位差は 1.7 秒になっています。はい、1分経過。青木今2番手クラッシュがあったのよ。さあ現在トップは赤いフラッグ、大選手2番手が紺のフラッグ、黒木選手、3番手がグリーンのフラッグ、市民選手、4番手黄色のフラッグ、藤浦選手、5番手がピンクのフラッグ、乾選手、6番手がスカイブルーのフラッグ、清水選手の順です。この今申し上げたフラッグがね、皆さんいろいろ足元で置いております。これで一致してくれるので支えてくださいね。さあトップは以前赤いフラッグに赤と黒のマシン、大選手。あ、1位と2位差がついてきましたよ。さあ1位と2位 5.5 秒差、ちょっと報告しますが、なんとトップの大選手、3番手の石水選手までの周回遅れにすでにしていますね。すごすぎです。さあ上位3名がファイナルチャンピオンシップ全国大会へ進出しています。さあ今のところ大地選手、木戸口選手、市民選手、この3名がその県内、その県内からちょっと外れた4番手が藤浦選手。さあ残り時間は、まだ7分半ぐらいありますかね。まだまだいっぱいあります。さあ第3位第4位の差は 2.98 秒、石見選手と藤浦選手の差は 2.98 秒となっています。はい、3分経過、残り7分です。さあまた1位と2位差が出てきた。大選手、木戸口選手の差は 8.3 秒。木戸口選手、集中力をもう一度ね、2つ支えることをと思ったら、なんと2番手の後ろにトップが迫ってきている。今ね、白いマシンが2番手なんですね。その後ろの黒と赤のマシンがトップなんですよね。これ、前を抜きますと停車周回遅れになってしまうというね、ことになりますけども。さあ、時間は約4分経過。おっと、今1台転倒、トップが転倒、これ初めての転倒じゃないですかね、予選も含めて、そんな気がしますが。しかし、マージンがいっぱいいます。大地選手トップをキープしたまま、1位と2位の差は約5秒。ね、5秒というと一目で変わってくるんですけどね、大地選手こけないんでね、これはかなり大きな差でしょう。ちょっと今バトルミーをやられましたね、焦りましたよ。大地選手デストラップ9秒34、最速ラップですね、9秒
会員の本日のタイトルアップ大木智樹選手がね9秒54、なんだかこの2人すごいですね本当にね。はい、時間は5分経過で残り5分です。